間模型店に来たんですが、やってないですね。はい、富士書店石岡店に来ました。続きまして、ワンダーレックス石岡店に来ました。はい、リオさんがご飯食べてます。今、お昼ご飯です。すごい食べかけの真ん中で探しました。リオさんのファンシーグッズの紹介です。こんなですか？やつぐらいですか、これ。これいいなぁ。荷物のこれとかね。これを子供の頃遊んだなぁ。さあ、そうですね。おぉ、すごい、丸カツ。あ、おぉ、すごい。マッキー&ワッキー。これ、あれだよね。あの、偽物のあの、これ、あれ、あとで、モーラー。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 あー、なるほど。うわ、いいなぁ。箱も綺麗だし、ローさんが箱が広に入りに行ったため、自分たちは、ここで、ディスプレイを、勝手に置いてました。今日もね、ローさんとリオさんと、自分で、いろいろ。本当ですね。昔の人が食べた貝がね、貝を。本当だ。学校で習った貝塚ですね。貝。そのままだ。当時のね。すごい。何百年も前の。本当だ。縄文時代でしょうね、多分ね。いや、これはここは貴重ですね。貴重ですね。本当だ。昔は海だったんだよね。ここら辺海だったから。海だったから。すごい。これなんだろうね、あのあれっぽいよね。なんだっけ、柿。うん。柿の貝っぽいよね。これはなんですよね、あの食べたカスなんですよね、要するにね。そうそう、食べたカスを要はここに集めてたんだろうね、当時ね。そうですよね。へえ。すごい。本当に縄文人が食べたやつですよ、これ。あ、いいじゃないですか、縄文人。縄文人が食べたやつですよ。相当食べたんだろうね、みんなね。すごい量ですね。すごい量だもんね。うん、すごい量。これは確かにあんなに。これゴミだったね。食ってここに捨てたわけだから。そうですね。毎日これ。毎日これ貝だったのね。362日貝だったんだろうね。お米の代わりです。肝臓は良かったんじゃないですか。362日貝でしたね。どうも柿だよなんて。ねえ、柿肉エキスですよ、これ。ねえ。それがまあ。